どうも、アイチです。今回勉強の話ではないんですが、学生のみんながね、ちょっとすぐには関係ない話なんですけど、この先の人生生きていく中で、ちょっと気をつけてもらうっていう、意識してもらほしいなっていうことを少し話します。クレジットカードって皆さん聞いたことあると思うんですよ。で、学生のみんな持ってない方の方が多いと思うんですけど、クレジットカードっていうのは多分将来的にはいつか持つ日が来るんですよね。で、現金じゃなくてカードで、お金、こう、買い物ができるっていう。で、後で払う。ね、銀行口座とかから、落ちていくわけですけど、お金が。で、そういうカードがあって、不正利用に遭いました。はい。不正利用。つまり、自分が使ってないのに、カードが使われました。初めて、人生で。で、ですね、なんで分かったかっていうと、自分、その、au 使ってるんですけど、で、au の、クレジットカードも使ってて、で、使うとすぐこれ使いましたってメールが届く設定にしてるんですね。で、一応なんかそういう不正利用っていうのを周りで話を聞いてたんで、それがすぐ気づけるようにと思ってそういう設定をしてたんですよ。そしたら昨日の夜に、メールが来ました。クレジットカードを使いましたっていう。で、3通来たんですよ。で、額面が6万、4万、4万っていう。で、全く使った記憶がないんです、そんなん。で、え?と思って。で、その時間まだそのコールセンター対応してなかったので、今日日付明けて、今ですね、午前中にかけて確認してもらったら、USJ の、ユニバーサルスタジオジャパンのオンラインストアかな?か何かで使われていますと。限度額まで一気にね、で、ストップかかったらしいんですけど、ね、全く記憶にないわけですよ、自分は。で、発覚して、で、すぐ分かったことなので、支払いはこっちには来ない、保証してくれるのでね、支払いはこっちは払わなくて済むんですが、ひとまず自分が使ってるクレジットカードがまず使えなくなります。はい。で、切り替える形になるんですけど、いろいろそのね、コールセンターの方という話をしてる中で、やっぱ今、その、オンラインで、自分もオンラインでね、その買い物するときの、なんだっけ、Amazon とかもそうですけど、クレジットカードの番号と、あとは、ID じゃねえや、なんだっけな。あるんですよ、その、入れるやつが、数字が。で、それだけ分かれば、もう、できちゃうんですね、基本的には。そう。で、その情報を抜かれるのはすごい被害が今多いらしいんです。クレジットカードの。で、気づかない方のがやっぱり圧倒的に多いそうです。今回は自分はメールをこういう設定したんで気づきましたけど、これ例えば月に2万とか使われたと多分気づかないと思います、なぜかっていうと、電話料金とか、あとはね、普段使って Amazon のやつもそうですけど、とかいろいろそういうのをまとめて一気に引き落とされるんですね。だから、そこの額面が一番違っても多分俺分かんないんですよ。いろんなものをまとめて引き落とされるので。なので、なんで今回この話をしたかっていうと、将来的にそういうのが危険なことがあるんだよっていう。で、そういうメール設定とかもできるので、ぜひそういうのをした方がいいと思います。すぐ気づければ保証で、引き落とされることはないので、で、やっぱ本当にすごく多いと、今。はい、っていう話です。なので、学生のみんなはね、クレジットカード持ってない方の方が多いと思うんですけど、この先、ね、のこと、この先ね、みんなが将来的に持つ頃にはまた、いろいろシステムも変わってるかもしれないんですが、ぜひ、お気をつけください。びっくりした、本当に。本当にびっくりした。はい、っていうことがありました。はい、それだけの話なんですが、ちょっと頭の片隅にも置いといてください。では、今回はこれで終わります。以上です。よいしょ。